します。自分は見えるから行こうか。さあ、もうすぐ始まりますが、よろしくお願いいたします。あと2分ですが。あ、駐車場いっぱいしてたな。すごいな、今日。今日あれですね、夏休みですよ。てかもう始まってるテンションでへこり喋ってます、ね、皆さん、今日からでしたって、この話は本番に撮ってきますか。本ちゃんで。いや、もう見てる方が一応いるから、うん、ちょっとやってますけど。今日ナッツですテーマ。どうする。さっきね、アツシさんがコメント入ってたんだけど、このテーマ先週から考えてるけど難しいよねって。みんなが何を送るのか楽しみ。まあまあ、なんで夏になった日、夏の日になったかぐらいは言えますので、うん、はい、最初にそれ話そうか。いや、本当に暑い。暑いね、さすがに日差し。あとね、今日ちょっとあれもありますよ。ひとみんに感化されたっていう話もありますよ。俺がちょっと刺激を受けたという。おー、良い良い刺激を受けて、もう舌がビンビン。そうですよ、それは放送中には事故になるんで言いませんけど、冗談ですけど。良い方向に行ったのならどちらでもいい、行きますので。なんか普通に真面目な話がありますよ。サンチェスさんがいないんで、いたらもうなんで来ないんですよって言われて。サンチェスさんいます、駐車場で。あ、始まる。じゃあサンチェスさんもう先に、いただきます。シャリはまずいかな。皆さん、サンチェスさんちょっと遅れてきますが、それを話しましょうか。普通にテーマで。うるさい、これ。あ、サンチェスさんのラディオのところはもう、あ、私そのままに行ってください、ね、あと10秒。超えたまま喋るのかな。ダメですよ、超えたまま喋ったら。よ、うん、うん、えぇ、ー、びっくり。ラジオ、あ、いつもと違う。さあ、今週はいつもと違うオープニングで始まりました。金曜の19時にお届けする映像会社エビックのびっくりラジオ。この放送は毎度おなじみバナとひとみんと高見でお送りいたします。あ、サンチェスさんは今そうなんです、大渋滞でちょっと遅れ気味。あ、歌ってる。今向かってます。あ、向けました。歌ってるって言ってると思う。歌ってないですよ。今日なんか BGM 歌ってますけど ね, ね、はい、今週のテーマはナッツです、うん、ナッツだけにナッツ、うん、ナッツリターンからのナッツ姫からのブッテ姫、うん、どういうこと。全然わからないけど。皆さんの夏にまつわるお話聞かせてください。ゲッツ。ナッツでしょ。ナッツでしょ。こんな自信満々にナッツゲッツって言うなんて。これ書いてあるんだもん、台本に。恥ずかしい。ひどいけどね。おっさんのダジャレみたいな。私が言ったみたいになってる。そして月1コーナーは久々のバンコクびっくりショーと G スポットをやるかもしれません。まあフリートークね。と盛り上がればフリートークの子、うん、あの今日は一日になるかもしれません、うん、皆さん最近びっくりしたことや疑問に限らずおすすめのスポットのメッセージをお待ちしております。はい、はい、番組へのリクエストコメント感想はメール abic@fmginowan.com abic@fmginowan.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送でもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンの放送ホームページをご覧ください。この番組は、うん、ビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション ABIC、 片奥解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。
びっくりした急に曲変えるから。こんばん、皆さん聞こえているのかな。てるるさん聞こえてますよ。あ、音入ってない、音入ってないらしいですよ。マジ、まさかや。え、音入ってない、音入ってる、声ですか。あれですけど、このバックミュージックが聞こえてないとこですか。ユーストリーム、あのツイキャスだから声も入ってないのかな。声が聞こえてないってらしい。マジで、はい、なぜに。もう一回更新します今のうち。えこっちの機材のあれでじゃなくてですか。こっちですか。多分一回ツイキャスのせいですかね。どうだろうね、これかな。一回更新しますか。一回更新しましょうか、どこだ。あと10秒これですね。3、2、1。始まってますよ。 FM ギドワンから 79.7MHz でお送りしております。 ABIC の A びっくりラジオ、今週のテーマはナッツです。皆さんどんどんメール送ってください。メールアドレスは avic@fmギドワン.com、 abic@fmギドワン.com です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆さん今声聞こえてますか。ちょっとツイキャスのコメントで声聞こえてないってあったんですけど、声聞こえてるか聞こえてないかちょっと反応いただきたいですね。一応ね、更新してやってみたんだけど、聞こえてたらどうでしょう。いいなぁ。あ、聞こえた、よかった、よかった。ということでじゃあ始めますか。はい。ってことで今ナッツの、テーマナッツの紹介から聞こえてるんですよね。違うんじゃない、今聞こえたんですか。今でしょ、今でしょ。じゃあもうちょっともう一回、ここの、だってここ聞こえてないんですよね。最初から？じゃなくて、テーマのこと、テーマの部分と、なんか。そう、今週のテーマ説明しますか、じゃあ。今日のテーマは、ナッツです。ナッツだけにナッツ、ナッツリターンからのナッツ姫からのブッド姫。皆さんのナッツにまつわるお話聞かせてください。あ、ゲッツ。よかった。何がよかった、ゲッツじゃないか。だからね、これ台本に書いてあるんだって、メールも来てますよ。あ、来てるんですか。来てるんだ、よかったよかった。来たんだ。ナッツで聞こえてますって赤帽子さん報告が来たんだ。すごいね、さすが。なるほど。赤帽子さんがさ、先週からこのテーマについて考えてるけど、難しいねって、難しいですよね。ナッツはなかなかな、ね、なんで決まったんだっけ。実はですね、7月22日が、ナッツっていう、普通に語呂合わせで、日本ナッツ協会がナッツの日って決めたらしいんですよ。発足が1993年で、いつ決めたかちょっとすみません、もっとあったかもしれないんですけど、なので、皆さんどうですか、ナッツ食べます？ナッツ大好きだよ、私。常に持ち歩いてるよね。完食で食べるんですよ。なんでですか？なんかね、なんだっけ？この塩分とか甘いものとかちょっと食べ過ぎた時に頭痛がするんだけど、はい、そういう時にナッツとかバナナとか食べると収まるんですよ。なんかの作用だったかな、あるらしいんだけど、間食で、お腹すいた時とかポリポリ。ナッツとバナナは別物に見えるけどね。全然別物ですね。ナッツはなんか意外にね、こう、結構ちょっと油ね、油分が多い気がするんです。意外にそうでもないんですよね、ナッツって、良質の油が、ね、そうそう、入ってるから、そうらしいですよ、あ、はちゃともみさん、はい、なってでいいのか、なって王国千葉県民だぞ。あ、千葉のピーナッツ有名ですから。落花生か、落花生有名ですから、なって、ごめんなさい、ナッツですね。間違えたんですね。なってか、ね、だってって言いたかったんですかね。ナッツって俺は食べないな。そう、あんまり。だって俺ピーナッツとか、こうボリボリ永遠に食べれなくないですか。買っても余らないですか。あ、まあナッツだけはね、だと、あれだけど。ナッツ食べながら何食べるんですか。何かとしてナッツ食べるんですか。食べながら何かとかですか。あ、私はロケ中はあのなんかいっぱい入ってるやつ、そう、あのあれも全部、ナッツなの。ナッツです。まとめてナッツなの。ナッツです。へピーナッツとか、アーモンドとか、 あと栗、あ、それもナッツって言うのか。ナッツのくくりに入るんだ。うん、3件全部まとめて入ってて、気分によってこのローテーションで食べるんです。はい、ロケ中ね、
お腹すくんだけど食べたらね、歯になんか挟まったりとかしたら気になるから、はいはいはい、かといってガム食べてもすぐなんかペッてできないから、ほうちょっとあのポリって食べれるやつ。ああ、うん、ピーナッツも結構挟まらないですか？意外とそんなことない。そっかそっか、うん、そんなことないって。なんかしかもあの食べた感じがあるから、はいはい、グミとかそういうのよりも、うんうん、そっか、いいんだよ、いいんだよ。すっごいなんか天の弱じゃないですけど、もう根本的な話になっちゃうんですね。え、何？一人の話を聞くと、うん、要は例えばだったら食べなければいいじゃないですか、ピーナッツ。え、どういうこと？要はなんでなくて、なんかもうもっと極端にすると、うん、塩分とか甘いものを食べ過ぎたら食べるじゃないですか、うん、食べ過ぎなければいいじゃないですか。言いたいこと分かる。そうなんだけどさ、のり一緒になるけど、うん、そうではないんですね。食べたいんだよ、食べたくて、食べたくて食べたくて、そのまま食べちゃうと食べ過ぎちゃって、うん、頭痛くなる時がある。そんなによく、うん、そうそうそう、うん、そういうことか、そういうことか。甘いの大好きだからさ。はい。で、俺は根本的なこと言っちゃってますけど、うんうん、あとね、うん、ナッツと全く関係ないんですが、今日実はバナさんの服装見てください皆さん。ツイキャス見てる方。なんでか。ツイキャスでかろうじて映ってるけど。なんでか理由教えてもらっていいですか。なんで？なんでですか。夏休みなんで、うん、ちょっと浮かれてます。一応ね、小学生の方はね、夏休み入ってます、うん。そうだね。だから夏休み、うんうん、昨日一昨日、うん、今日3日間友達がちょっと東京から遊びに来てて、はい、もうずっと海に。行ってて、ほぼ泳いでたかな。うん、確かに焼けてますね。で、そのまま海から上がってきました。絶対嘘でしょ。足ひれつけて。足ひれついてるんですよね、足ひれが。そうでしょ。運じゃないけど。でも、うん、あ、そっか、もうちょっと焼けてますよね。うん、言われたら。日焼けしてる。そうそうそう。そんなに海ってもうやなんかやることあります？ないよ、泳いでるだけだよ。あ、浮かんでるだけ。浮かんでるだけじゃないですよ、うん、それ楽しいんだって。あ、じゃあ友達が来たってことはなんか いろいろ観光地とか回ったりもしたんですか？ちょっとはね、海ばっか、ほとんど海。あ、うん、へ、海以外に あそこ行ったよ、なんだっけ、氷島のカップルのあの、はい、あの金石、あ、石か、氷島オーシャンタワー、それそれ。僕も行きました、うん、え、あれ2人で行ったんですか？3人で行った。3人、男3人で、男3人で、あの貝の貝のあの博物館に行ったんですか？これだからほとんどカップルだね、お客さん。そうですよ、カップルですよ。若干浮いてたよ。私も行ったけど、うん、男子だけのいなかったです、うん、ほとんどもう男女ペア。うんうん、あそこはね、こうハート岩のとこで、はい、ハートの形作って写真撮って、はい、あ、男、うん、同性で、ね、うん、友達で。まあまあ金も鳴らした一応。じゃあ一緒にあの自動的に走る車乗った車っていうかあるじゃないですか。あ、乗った乗ったんですか、並ぶ時にね、うん、あれ乗らんと上に行けないから。観光客いっぱいいたですよね、うん、いた超いた、ね、そうだね、観光客がメインだった気がする、うん、まあその3人、まあ、最近ね、なんだっけ、同性愛のさ、カップルの認められたんだよね、あの那覇市。そう、那覇市の方で。あ、言っとくけど違うから。違う、そういう風に見られるって、まあ、そうなんだろうなって微笑ましい。流れ的にそうでしたよね、うん、もうみなコメントも来てますよ。だからよ、夏休み、夏、そうそうそう、若干かかってる。そうそう、俺もそれで、うん、言おうか、夏、あえて夏の話やろうかなって思ったんですけど、うん、まあ、ないっていうね。さっきみたいな海行くとか、うん、や、若干今週来週いろいろイベントがあって、うん、そういうちょっと夏休みらしくありますけど、うんうん、夏休みないの？夏休みないですよ。まあ、仕事上、今やってる仕事上はないですね、うん、だって、うん、ないですね。うん、海行きたいな。でもバーベキューとかしたい。まあ、でも休日ありますからね、うん、休日に行けば、うんうん、まあ、まあ別に、うん、コメント来てますね。コメント拾っていきますか。ほいよ。これは、あ、ハッチーさん、はいよ、ピスタチオが好き。おお、あ、いやいやいや、ピスタチオじゃない、ピスタチ、あの、何、あれです、これはあれですよ、あの
長野の言い方言わないとダメですよ。長野の言い方だからあのラッセンが好きと同じテンションで。あ、そうなんだ。え、ごめんなさい、俺は滑った感じ。でもピス、え、どういう風に言うの。でもピスタチオが好きみたいな。そうそう、そんな感じで。それを初見で言ってほしかった。初っ端で。ごめん、そういうことなの。だと思いたいんですけど。違うんじゃない。いやでもこの感じはだ、多分そうだと思うんだけどな、うん、このコメントの感じは。私もピスタチオ好きだよ。ピスタチオは俺も好きです。ね、美味しいよね、うん、デザートとかにもあの使われてる。はい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 、うん、そんなこと言ったらアーモンドもね、ココナ、あ、ココナッツもナッツの、あ、じゃ違うのか。ココナッツはナッツじゃないですよね。あれ、こう、あれ何あれ、やっぱヤシの、ヤシの実のなんですから。そっか、うん、ナッツじゃないですか。ナッツって書いてあるから騙されちゃったね、うん、意外にいっぱい種類ありますからね、うん、ナッツって。アーモンド、クルミ、カシューナッツ、ピスタチオ、マカダミア、ヘーゼル、ピーカン。あ、へえ、ね、もう全然何に使われてる動画。浅い知識。そう、広がらないっていう、ね。テルルルさん、うちも常備おやつはミックスナッツ。おお。な、ピーナッツはナッツじゃないと聞きました。あ、そうなんだ。そうそうそう、ピーナッツ、ナッツの日、ナッツ協会あるんですよ。日本ナッツ協会、うん、調べたら、はいはい、ピーナッツ入ってないんですよ、ナッツの中に。ピーナッツ、落花生？落花生は違う、違うんですかね。ナッツって書いてるけど、ね。落花生って、うん、あれじゃないですか。土の中にあるじゃないですか、うん、でもクルミとかって木ですよね。クルミの木になりますよね、うん、あー、種、種、そうそう、種っていうかなんかわかんないですけど、うん、あ、そうか、実っていうのかな、うん、なんかだから多分それで違うのかなと思います。そういうことか、うん、いやそれを、うん、あのそこまで読んでない、読んでない浅い、今そういうの浅い読みですよ、うん、浅いサウナの心さん、自分はナッツよりビキニギャルが好き。あ、全然関係ないやん、夏関係ないやん。さあ、もうお待ちかねの、うん、ユニークのパーソナリティ来た、やっと来た。どうもー、ピーナッツ佐藤です。誰ですか。新メンバー、新メンバーのピーナッツ佐藤です。今日は夏のいいところをどんどん伝えたいと思います、うん、あら、みんなどうしたの。ピーナッツ佐藤さん初めてすぎて、強烈なキャラすぎて誰もついてきてないですね。どうしたのみんな。どうしたんですか佐藤さん。今日は、今日はね、はい、栽培で遅れちゃってね、はい、ごめんなさいね皆さん、はい、夏でしょ夏、はい、夏です。今日夏ですよ。夏、いっぱい語ることあるよ夏。じゃあ、あと45分お願いしていいですか。いや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 、コーナーやるわ。33でしょ。そうです。ピーナッツ佐藤こと33です。ピーナッツ佐藤で続く自信がなかった今。あの今の流れ扱いですか。いいよ軽く、うん、いいよ。ナッツの浅い知識で困るっていう、うん、浅い知識、もうナッツの浅い浅い、あ、浅い知識ね、浅い知識で、うん、だらしいよ、そうなんだって終わりっていう。一応一人増えたところで変わらんよそれは。俺もナッツあんま知識ないからね、うん、ちょっとフリートークしながらナッツのコメントがあれば拾おうかなと、ね、うん、いいねいいね。まあナッツ、まあナッツ、まあ、サンチェスさん、うん、いじることないですか。 見た目で今日見た目一人おかしい方がいますよ。おかしい方、あ、なんか一人夏、夏の人がおる。夏の人がおる。浮かれポンチ、浮かれポンチ、なんだこれ。浮かれポンチ。ちょ、なんか入り口入ろうと思ったら、うん、あの、なんていうのあれ、足ひれ、足ひれが置いてあって、なんか誰か勘違いしてるのがいるなと思って。俺ね、バナさん案の定か。先週のチンポデカからひどいな。ね、チンポデカ、俺がやろうとしたことを今バナさんがやってる。そうだよね、これサンチェスさんのポジションだよね。ちょ、夏についてちょっとビキニとか語ろうと思ったんだけど、あ、うん、いいですよ。いやでもサウロ心さんも語ってますよ、ね、やっぱり、うん、自分は夏よりビキニやるか、やっぱビキニだな。ビキニもいいですけどマイクロビキニもいいですよね。いろんなマイクロビキニ着けてる人いない、沖縄でいないけど、うん、某書店で売ってるよね。そうなんだ、売ってますね多分。ああ、あのコーナー大好きで、大好き、都会の書店ね。そうです、うん、眠らない街の書店ね。一緒に、え、東京を、せっかく今アバウトに行ってたのに。行っちゃいました。行っちゃってるさ、みんなヒント与えすぎて。結局その話になる。全然違うということで、スポンサー紹介行きましょう。お願いします。はい、キョンシューは、キョンシューはキョンシューですか。ビッグですね。おいですね。うんとですね、前々から言ってるように、あの番組の準備今してまして、はい、その関係ですけども、来週ぐらいから、ちょっと、店舗の営業時間が変わります。あ、店舗、すごい重要な話じゃないですか。うん、
そうそうそう、今まで9時から朝の9時から夜の8時まで、はい、そうですね、営業してたんですが、はい、短縮します。9時から6時まで、夕方のあら、うん、になるので、もし 夜にお越しになさる際はお気をつけください。で、はい、合わせの店も、こっちは7時までですね、はい、夜の7時までの営業になってますので、はい、あ、そっちは7時までなんですね。7時まで、うん、もう編集と撮影が、うん、終わりまくるんですか。ついことになってるよ。マジですか。毎日のように毎日ぐらいだよ。 ありがたいことですけどね。忙しいのにあんなね、先週あんな用意がすごかったんですね。ん、漫画のテーマの時はチンピラかのね。まあまあ、それのためにちょっと徹夜しちゃったかなぐらい。チンポだから徹夜した。俺チンポラッカーのことほとんど話してなくない。でも選手、いやいや、大丈夫じゃないですか。まあお腹いっぱいです。寝落ちですなんで。あれ以上あれで不可能されてももう寝落ちですから。話よってなんだって。そうなんだ、うん、いやだからもうそこが入ってこないから全然入ってこない。誰かのもうね、ビジュアルとかな、もうインパクトだけでもう回収も全然入ってこない。でかすぎて、もうでかすぎて大変なんだね。一応一応奥行きがあるんですね。そうそう、あのなんか広げなくていいですよ。回収がね、広げないで。あ、でエビックさん、はい、もう紹介でした。変わらずひどいなこれ。嘘でしょ、嘘でしょ。でか来たらひどいな。いや、もう別にスポンサーご本人なんでね。まあ、だから何も言うことはあるまい、アルバイト。何も言うことはアルバイト。というわけでテレビ番組、始まり前には告知するので、ぜひお願いします。ご期待ください。一旦 CM 行きます。はい。チャルイ。行った？中野町の和樹さん、このメンバーと一緒にビーチボールで遊んだらすげえ楽しそうだな。だからね、やりたくないですか？やりましょう、やりましょう。企画、エビックの企画で、エビックラジオの。いいな。うん、4人でファン交流会みたいな。そう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 。ああ、だからビーパー。うん。もちろん、もちろん、ひとみはビキニ。イエス。マイクロ。イエス。マイクロビキニ。俺、ブーメランで行くよ。やばい。ブーメランでティーバックのやつで。いいね。違和感なさそう。がっつり見せるから、ね。CM 行ってる。俺、普通の服装で行く。行ってるのか、これ CM。あ、CM 行ってます、これ。聞こえてない。行ってないじゃん。今から押し語り。ちょいちょいちょい。そういえば。ダダ漏れだったね今の。いや、俺ブーメラン行っちゃったし。ここだけの話にするつもりだった。ひどいな今の。バレたしも。でもなんかさ、 CM の方がさ話盛り上がってること多いからさ。いや、まあ、これはこれでいいと思うんで。もう CM 最初で一気にいっちゃうか。うん、か全部ひどいでしょ聞いてる人。あれ CM あれ CM いつあるんですかみたいな。これコメントも本ちゃんで披露。そうやな。そうやな。どんな、あ、どっちがいいかな。いやいや、だってもう、ナッツの話がいます。サンチャさん、あれ、45分もあるんで、ちょっと喋ってもらいましょう。続いて、ナッツね、フリートーク、知識浅いわな。うん、なんもないわ。さっきちょろっと調べた。いいんですか、こんなラジオで。いいんじゃないですか。だって、ってナッツなんて入り口でしょ。ってあるな。俺、ナッツなんて、お酒飲んでいいか、食べないですか。曲途中から始まったね。だからね。はい、エビックのエビックラジオ、はい、生放送中です。そうですよ。誰に手振ってる？うん。あ、歩行者に。歩行者に。はい。なんでなんで？今日のテーマナッツです。うん、皆さんナッツメール送ってください。助けてください。助けてください。リスナー頼みこれ。だってね。だって先週これさ、なんか三択で。うん、選んでもらうって。あー、そうだったね。演習率とかなんかだ。そう、どれもひどいやつだったけど。うん、なんだっけ、ピナッツとモノマネと数字、数字か、うん、数字。そしたらナッツっていうコメントが入ってて、まあ、ナッツになるよねそりゃ。ヤシガだよナッツって。何をどう掘り下げればいいの。そうだよね。あ、でもなんかタケノコの里とキノコの山と同じ感じで、うん、アーモンドチョコレートとマカダミアチョコレートどっちが好きですかっていうのを意外に盛り上がってね。あー、いいかもいいかも。どっちがいいんだろう。俺は、うん、マカダミアが好きです。私もナッツ、アーモンドよりは選ぶかね。どっちもいい、美味しい。どっちもいいんだけど、どっちかっつったら、うん、アーモンドかな。そう、アーモンドにしとこっかな。でもどうもっすよ、ナッツも捨てがたいっす、うんうん、ナッツもってどっちも、まあ、どっちもない。ごめんなさい、もうアーモンドって何。ナッツです。ナッツ類、ナッツ類です。
ただピーナッツはナッツ類じゃないです。またまた俺は信じないよこれ。俺だって日本ナッツ協会でナッツの仕事がないんですよ。ピーナッツ日本ナッツ協会ってあるんだ。あるんですよ。日本ナッツ協会がナッツの日って決めたんですよ。今日今日4月22日ナッツ。そうでしょ。なちっちゃいツが2。あだから今日ナッツの日なんだ。はい。いやって俺あだからナッツなんだ。そうです今日。だからですよ。何もなくナッツの日ナッツってやってないですよ。テーマ今日。あ一応ちゃんとあったんだ。ありました。一応あったんだね。一応、うん、で、はい、あピーナッツはなんでナッツ類じゃないんだろうっていう話もちょっとして、うん、はいはい。でピーナッツは土の中、うん、アーモンドが木になってるから違うんじゃないかっていう。あ木の実だからね。木の実だから。アーモンドもマカダミアとかも、うんうん、で結局まあそれぐらいしか、まあ、それぐらいしかあーなるほど。それで終わるのか。あー回そうそう、うん、おうってなる以上。あ割れてますね今コメントで。ハッチーさんマカダミアナッツに1票、うん、中野町の和樹さんアーモンドでしょ。柔らかいチョコにカリカリのアーモンド。たまらんよね。あーいいね。いやなんだろう、単純に高級感で俺そっちに行っちゃったのかな。マカダミアの方がなんかちょっと高級っていうか希少価値が高そう。いや違う、ナッツオンリーあるさ、あの缶詰みたいな、マカダミアオンリーみたいな、ね、でもあっちの方が高級感ある。でももっと言ったらナッツだけだったらカシューナッツか、ナッツとかの方が俺好きなんですよ。カシューナッツって何？あの中華料理に食べ、あ、むくやつ、あの、むくってあの大きい、なんか本当にカールぐらいの、あのいらんやつでしょ。いらんやつ、あのいらんやつでしょ。中華、あ、酢豚でパイナップルとか許せない人だ。俺許せるわ。あ、俺許せるんだよ、これが。許せるってまさか許せるんだよ。ほら、くそー。気持ちいいわ、今の。俺パイナップルのところ好きだから、すごい。こっちから見たサンチェスさんの満足げな。いや、今、喋り口調も、絶対違ってたのにね。全然話変わるけど、うん、桃に生ハム巻いて食ったらめっちゃうまいっす。あ、おそうそう、やばいっす。ネットでも生ハムピーチ。へえ。それもすいません、ナッツと関係ない話して。ピーチ今パスタとかでもやってますよ。おいしいです。ピーチの桃のパスタ。なんかトマト感覚で使ってるよね。そう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 。そうなんです。うん、甘いパスタってこと？ナッツ。ナッツ。ナッツの話。ナッツの話しましょう。はい、ハッチー&ホーミーさん。ハチアットホーミーさん、うん、ナッツ缶に入ってるジャンボコーンは、あの揚げてあるあの硬いあのジャイコーン の, あの粒みたいなあるじゃないですか、はいはい、乾燥したあれはコーンでしょ。もはやコーンでしょ。あれはコーンでしょ。ナッツでもない、ね、ナッツでもない、うん、そっか、ポあ、はい、ポえポポ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 行きましょう。どうぞ。俺がどうぞ。言うか、どうぞどうぞって俺かい。すいません、あの、ボケてました。あ、ボケてた今。あ、いやいや、そうした。ギロッポン、あのネズミ先輩でボケてました。サロのココアさん、モーニング娘。のナッチ好きだった。ナッチ派か。あーユー、いや、人気だよね、ナッチ。サロのココアさん、ナッツ。ナッツです。ナッチ好き。ごま、でもごまきな。一応似てるからね、ナッツと、うん、ナッチは。あでも、ね、まあ、まあ、ナッチか。噛めばナッツになるけどね。吉沢さんも、うまい。噛めばナッツになるけどね。いやいや、そこでなんか反応しないと終わり。嘘でしょ。やめて、吉沢さん。やめて、ポッポよ。意味わからないけど。サロの心さん、貝殻のパンツでいいって。パンティ貝殻のパンツでいいひとみんのブラね。ひとみんの話かこれ。そうですね。あ、青山のブラってこと？青木さやかみたいにしてほしいですね。青木さやか。いやいや、サウロの心さんが履いてくるんでしょ、貝殻のパンツ。ああ、そういうこと。ハマグリぐらいでしょ。ちっちゃ。全然いいよ。隠れるの？ちっちゃいな。いや、何個も敷き詰めて。何個も敷き詰めて。間から垣間見えるあれはね、たまらなく興奮しますよね。もずくね。もずく、もずくって言うなや。ないかもしれんやし。え、ないの？ない人見るよ今。そうなの人見る。今多いらしいと。そうなんだ。ああ、そっか、うん、メンズのね、PIPL のやつでしょ。うん、はっ、そうなの？なになにそれ、分かんなかったよ。PIPL です。え？なに？なんですか？はい、外国風に言うと、はい、そうですね、なるほどね、外国風に言うと PIPL の方がさっきは、あ、ね、ね、PL って聞こえた、あの脱毛とかしてね、はいはいはい、うん、口に出したらダメです、あなたはダメ、はい、ダメです。待って、分かんない、本当に分からなくていいんです。教えて、じゃあ知っても、うん、CM 中に聞きますね。じゃあ、その純粋さにブラボーです。
スタンディングオベーション。ナッツ。ナッツの話ですよ。いいんじゃないですか、こんな感じで。あのさ、はい、沖縄でしかないかもしれないんだけど、うんうん、あのナッツ、ピーナッツに、はい、あの何あれ、黒糖かな。黒糖、はいはい、黒糖ピーナッツです。そうそう、黒糖ピーナッツです、ね。ママそう。はい、美味しいですよね。美味しい美味しい。あれ大好きで、うん、もうよ毎日のように食べてる時があったの。あれって工事現場にあるやつでしょ。え？十時のおやつとか、はい、工事現場の弟がよく食べてるやつでしょ、うん、そうなんだ。そうだよ、結構だから値段の割にあんま入ってないでしょ。それもそう、高いんだよね。高い割にあんま入ってないからね、うん、小学校の時ピーナッツあるだけで全然違うよね。分かります。黒糖オンリーよりも、うんうん、やっぱナッツはいいんだよ。しいあれがっつり黒糖も絡んでる、ガッチガチないですか、それとも本当に外側だけ、うん、まあのやってるやつ、ガチガチでお願いします。ガチガチの、うん、あもうたっかいむっかいしても取らないやつ、はい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 、取らないって取らないやつ。あれが食べるの。あれがいいんだよ。あれも最近さ、一口サイズがあるんだよね。へー、食べやすい一口サイズ、小袋の。へー、あれ誰かなんか持ってきてないの、ピーナッツ、ナッツ系のやつ持ってないの。食べレポしようとしたんですか。食レポじゃないの。今日持ってない。食べレポって持ってきてない。持ってこればよかったね。じゃあ車にピーナッツバターが。なんだよ、溶けてない。言いますけど、ピーナッツはナッツじゃないっす。ああ、そうだ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 、みんなが騙されてました。だから僕とピーナッツもピーナッツナッツじゃない。何の話。しかもナッツがつけばいいんだって今日は。あ、そうかそうかそうか、そうですね、ナッツがつけばいいんだよ。別にピーナッツとかじゃなくても、そう、夏の話でもいいし、そうそうそう、夏休み入ったから夏休みの話、夏休みしようぜ。そう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 だね。さっきからナッツを裏切ってきたのに、ヒトミンが結構真面目にナッツの話してたから笑っちゃいました逆に。ごめん。いいですよ。夏休みといえば、夏休みといえば、夏休みってなんかさ、うん、何したとか覚えてる。なんか宿題がめんどくさかったなーってやっぱ学生の頃は思いましたけど、ね、最後にやってねえな。最初にやる。あ、最後だ。俺は含まれないとやらないです。俺も最後だ。俺最終日っすね。俺もそのぐらいだよ。怒られないから。そんなにですか。超一気に、うん、気がついたら最終日になってるから、3日前ぐらいから焦るって感じ。そうだよね、うん、全然やらないよみんな。初日からやる人っているのかな。いますいます。俺好きなやつは、うん、もう一番最初にやってました。なんで好きなやつって、好きな宿題。宿題？宿題も好き嫌いありませんでした。これは得意とか科目好きな科目だ。そう、科目自由研究。うん、自由研究ね。大好き。大好き。なんかなんで作文とかね、ねありますよね。感想文みたいなね。うん。読書感想文みたいなね。あ、ドリルとかありますけどね。はい、うん。あ、メール来てますよ。お、ありがたい。はい、今ギャラリーに遊びに来てくださっている赤坊さんから、はい、ありがとうございます。やっとラジオ局に入りました。ナッツで少し思い出したのが、ピーナッツ食べ過ぎたらニキビ吹き出物が出るって言われたことがあったなと。あったね。あったあった。そこでニキビと吹き出物境界はどこかなと気がついたら、うん、吹き出物ができるって言われてる分け方が都市以外にあるのかなと。うん、ニキビと吹き出物って何ですかね。あ、違いなんだろう、ね、年の違い。うん、らしいよね。でも大人ニキビもありますよね。あるな。大人のニキビも。大人ニキビってさ、あれじゃないの、吹き出物って吹き出物の丁寧語みたいな感じだと思ってたんだけど。あ、丁寧したら、うん、吹き出物だろ。いや違います、丁寧です。あ、丁寧じゃない。大したことはそんなことない。ニキビが丁寧したら、はいはい、吹き出物になると。あー、そういうことでしょ。なんでそのニキビが何年放置してるのってこと。そうならんと。で、俺はニキビのままだと思ってる。尊敬語みたいな、敬ってるそニキビを敬って吹き出物様と畳神様みたいな、吹き出物様みたいな。吹き出物様、吹き出物様。そういうこと。様扱いした方がいいんだって。へー、できてくれることが一応ありがたいからね。ありがたくないよ。私生きてるって鏡見て、私嫌ですよニキビ。いや、ありがたいですか。俺ありがたくはないけど。そんな潰しそうだったんですね。すぐ潰す。こうやろって。全然謝ってないです。たたられまくりじゃん、そしたら。たたられ神です。はい。でも俺はニキビだと思ってます。まだ吹き出物じゃないと思ってます。うん。私もまだなんかニキビって言っちゃう。うん。あ、ニキビだよニキビ。え、なん。この強化性なんだろうね。潰したら白出るやつはニキビ。
そういう違いじゃないのか、うん、赤なんかあるじゃないですか。違うな。それはなんか なんとかニキビとかじゃん。内容物じゃん。内容物、脂肪何パーセント、うん、体液2パーとか含有率みたいなこと。そんな感じで変わった。アイスクリームの違いみたいな感じですもんね。みたいな感じ、みたいな感じじゃない。純チョコレートとチョコレートの違い。これ分かる人ね、教えてほしいですね、うん、気持ちじゃん。気持ちが気持ちなのかな、やっぱり。私吹き出物できてるって言ったら、やっぱりそれなりのやっぱり経験を積んできた大先輩方で、あ、ニキビできちゃったって言ったら、うん、ちょっとまだちょっと大人になりきれてない部分があるのかなみたいな。マジ、じゃあニキビって言わない方がいいってこと。いや、俺はいつまでもニキビと言いたい。俺ちょ、脇火もできるから。え、脇火、脇火、脇火、俺は脇火と呼んでる。脇火、脇火。なんすか、脇火。脇にできるニキビ。はい。顔は。何で分かるんですか。顔は。顔はニキビです。顔はニキビ。顔ニキビです。顔ニキビ。脇は脇は脇ビです。肩は。肩は。肩ビス。あれ、あ、脇火の、はい、あの敬ったやつなんですか。敬ったやつは吹き出物。え、大人脇火じゃないの。大人脇火じゃないの。ああ、大人脇火。子供脇火もあるの。プレミアムボスみたいな。ほら今日さ、あのなんかナッツっていうテーマのせいか今日コインが足りなくて今ツイキャス更新中です。いいよそういう話は。え、もうなんか、うん、いいんじゃないですか。いいですか。早くナッツに戻ろうよ。バナさん行っていいじゃないですか。あ、そっかそっか。曲、曲、まあ、ココナッツとか言わないでよ。ベタで、もう、ほら、申し訳ございません。ほら、え、いないで当てました？余裕だよ。これも、ビズに、どうせそうでしょって言ったら、本当にそうだから、びっくりしたんですよ。俺、今日それで、登場、うん、歌いながら登場しようと思ったわけ。はいはいはい、だったら嫌だなと思ってやめといたわけ。じゃあ、違うなって。ほんまですか？ハビーニコールで？乗ってないっすよ。間違いない。何でしょうか？ナッツリターンで？何すか？二人のアイランド。やっぱそれじゃん。やっぱそれやし。行きます。一塁。どうぞ。絶対来ると思った。絶対この曲だと思った。本当になんかさっき言ったみたいに、あのリスナーさんが来ました。ビーチパーティーっていうか。やりたい。やりたい。え、これ本ちゃんで喋らない。喋ろう。さっきもしゃべって。いや、本ちゃんでいいですよ。俺あれも行きたい、お化け屋敷。あ、行きましたね、前も。デイジー行きたい。あ、壊れっぽしたい、壊れっぽ。ビーパしたいな。肉だったよ。ビーパレポする。あ、ビーパレポ、ビーパレポ。おお、海でありますよ。ビアガーデン放送もやりたいんだよな。あ、いいね。ビアガーデン酒飲みたい、みんな、ね、思うけど、みんなの中間取ったら本当に昨日のぐらいですもんね。要は、ね、サンチェスさんとかみんなの住んでるところの中間取ったら結局、結局昨日まで飲むってやつ、みんな。いやー、本当なビール。だからその、あれ、いや、この放送見ながらす。ビアガーデン、あ、放送見ながら。見ながら。あ、みんなどん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 ワイワイ、リスナーも集まって、パーソナリティも集まって、うん、みんなでどんちゃんしながら。それは好きですね。次のね、人が迷惑にならなければいけない。吉川兄貴とかも、生殺してた。目の前でビール飲まれてるんだ。みんなどんちゃんわーって騒いでて。それはやりたいな。やりたいやりたい。そういうイベント的なことやりません？うん、やりましょう。ね、じゃあ、あれだね、エビックの、ね、あ、入ってるね、落ち着いてからですね。エビックの営業。あ、それだと多分いつになるか。あ、そうなんですか。結局月一コーナーします。フリートークです、まま。あ、それでね、フリーでいいじゃん。だって今日あのモンモンモスクシナリオ持ってきたんですけど。おー、やろう。いいな。あ、来週の4人に至る1週間前渡すってやつ。今日俺ナッツの役になる気分満々だった。俺ね、本当にそれ思ったんですよ。ナッツで作ろうかなって思ったんですけど、うん、でもね、それって落ちバレるのと一緒じゃないですか、軽く。うん、割とか、うん、だから、まあでも難しいな。だってな、そっか、ナッツで全然思いつかなかったんだよな。それさえ思いつかなかったんだ、ナッツで。いや、結構パターンやり尽くしてますからね。大丈夫、あなたはまだまだ出ますよ、うん、でも今回オーソドックスですよ、かなり。どんな感じ。いや、言うか。なんちゅうこれよ。いつも誘導尋問してる。ひとみがコーラ飲んでる。え、カロリーとか大丈夫だったの。え、昨日買ってさ、飲めなかったから持ってきた。抑えられませんから。これ特効でしょ。うん、
答えられないです。せめて、せめてもの。せめてもの特効。特効。抑えるなら飲まないが正解ですよ。ちゃちゃ、昨日コーラ飲まない話だった。一番ウィルキンソン。太りたくないならお水です。炭酸水です。違うんだよ、昨日ピーターパンの上映会して、みんながポップコーンとコーラあってから、ちょっと飲んでみたくなってさ。はいはい、でせめてものこれを買ったわけ。だけど結局、飲めなかった。飲めないの？飲めなかった。え、なんで？今、今日でこんだけだよ。減ってるの。え、美味しくないんだよ。嘘でしょ。いや、美味しいんだけど、なんかさ、気にしてしまう。あと、なんかダメだってそれは。炭酸が、逆にもったいない。苦手みたい。無理やり飲ませてや、これ、アルコール。だって、またこれ甘いんで食べ飲みすぎたらまた、ナッツ食べなきゃいけないわけでしょ。いや、これ食べれば大丈夫。でもコーラ好きなんだよ、私。あと30秒。セットグループの好きなんだけど。全然セットグループ。でも分かります。俺、うん、コーラゼロとかの味が好きなんですよ。あ、そう。単純に。だからゼロ飲みますけど。うん、味が、うん、あの、飲めるときは飲めるんだけどな。なんか、そんな気じゃないときは全く飲みたくない。あと10秒。あ、カモン、あと10秒だよ。あの、謎かけ来てる。いいね。はい、石川優子さんとチャゲで2人のアイランドをお送りしました、はいね、今日こっち来る前からずっと耳に流れてました。あ、本当に大体もうこれが流れてまあこれか、夏の定番というやつですね、はい、そうですね、はい、びっくりラジオ生放送しております、うん、はいよ。今週のテーマはナッツです、うん、皆さんメール送ってくださいテーマ大丈夫かということでメール来てます。おはよう、いらっしゃいませ。ありがとうございます。ポッポー。遅れたな今。ポーズって。あのマイケルです。あのパーソナリティ、スタッフ、リスナーの皆さんこんばんは。こんばんは。大工です。ありがとうございます。たくさん。今夜のテーマナッツ。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 バーテンダーの時代のことであれば、合コン帰りの2組の男女の男の一人が鼻にピーナッツを詰めて取れなくなっていました。いいね。わあ、本当だ。あ、そうだそうだ、うん、あのちょっと女装してる人ですよね、はいはい、ロックでなし懐かしい全然覚えてない。夏いわ。その後男女別で帰っていきました。青だよね。でも詰めますよね、肌に。なんで詰めるんだろう、俺今日ずっと詰まってるよえ、ずっと今日ピーナッツ詰まってるから。なんで、あ、気づかなかった。いや、で、なんでですか。そういえば顔が細長い、ね、ああ、それはもともとですよどういうことですか。あ、だからこんなピーナッツなるんですか俺結構ネガティブになるよ本当に歌で弱いよ鼻声よりもその顔を触れると多分ダメージくるんだよね鼻声で顔長いってやばいでしょ何が取り合うの。なんでいいじゃない。いやいやいいと思います。何だかいい耳鼻科教えてくださいメールが入ってこないよメールすいません、メールだメールいらっしゃいませポップいやいやいや、投げやり力あ、ナッツにちなんで豆知識、うん、カシューナッツは果実のヘタみたいなところになるんです。ほうほう。写真添付しときますね、うん、お願いします。ピーナッツ地面になる、はい、アーモンド木になるが違いですね。ではでは実感まで頑張ってってことですね。さっき言っちゃいましたね、高見が。いや、これ予想でした。当たってたんですね。おうおう、予想だったんだ。予想だったんです。何の時期もそんな予想できるの。だって だってじゃあピーナッツとか、うんは地面になってるの見たことあるじゃないですか。じゃがいもみたいに引っ張ったら、いや俺ないわ。えーって出てくるよね。ないない。あ、そうなの。そうですよ。すごいいっぱいなってるの。千葉県。千葉県ハッチーさん知らない。ハッチーさん全然知らない。ハッチーさんの千葉県ね。あ、そうなの。ハッチーさん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 ホーミーさん。あ、ごめんなさい。どうぞ。えなんかどうぞどうぞってメール終わり。メール終わり。あ、今のメール終わりですよで、これって沖縄でも育てられるの。あ、伊江島は有名で。そうそうそう、有名。あー、うん、聞いたことある、うん、あ、大丈夫なんだ沖縄で。いや、でも多分できますよ、ね、多分土、土壌がやっぱあったかい。大丈夫なんですか。あったかいとこも多分なんかあるんでしょうね。あ、ジーマミ豆腐は、うん、ピーナッツ。あれ、ピーナッツですね。あ、そうだね、ジーマミ豆腐最近さ、ニュースでもやってるけど、観光客の方が、うん、ピーナッツで作られてるっていうの分からなくて、食べちゃってアレルギー。ああ、見た見た見た、ニュースで。家に入れるもんなら調べなさいって言いたい。でも分からないですよ。ですよ。だって、いやいやいや、お店出てきたらだって原材料とか書いてないですもん。そう、だってでも気にならん普通は、うん、だから頼んで食べてしまったんですよ、ね、いや、まさか豆腐にピーナッツ入ってると思わないですもんね、うんうん、でも常識だからね。
豆腐にピーナッツ入ってるのは。そうなの？大豆です。いや、あ、違う。大豆です。違う。どういうことで信じるし。もう。すぐ人に信じるし。信じるし。超純粋さにブラボー。何も口出てもないですよ、今。これ流行らそうかなと思って。恥ずかしいわ。その純粋さにブラボー。いやだ、やめて。昨日ちょっと流行らそうかなって。好き、これ。俺、ちょっと、ちょっといいでしょ。俺好き。ちょっといいでしょ。恥ずかしめに合うでしょ。やめた人は。だいぶ恥ずかしめに合う。これやってやりたいわ。やりたい、やりたい、やりたい。無言で拍手するってやつもあるよ。ちょっとドヤ顔で。一人がやり始めたらみんながもうちょっと帰りを出したみたいな。やりたくなるでしょ。ラジオだから。ラジオだやな、ほんまに。で、次のジーマミ豆腐は何？あるか。今ジーマミ豆腐の話でしょ。え、もう終わり終わり。終わり？次のジーマミ豆腐っていう。わからんの。福島通りの電気屋さんに売ってるジーマミ豆腐がうまいって。へー。電気屋？電気屋に売ってるんですよ。電気屋？電気屋のおじいおばあが、うん、その電気屋の中にある冷蔵庫で作ってて、うん、冷蔵庫で作ってるって言い方おかしいけど、うん、冷蔵庫にあるんですよ、で1個100円ぐらいで売ってて、これが美味しいって有名なんですよ、ぜひ行ってみてください。あ、食べたい、うん、窓ガラスに貼ってありますジーマーミ豆腐ありますみたいな。福島通り、これだけ豆腐だけしかない。はい、これだけです。大好きなんですよジーマーミ豆腐。うまいよね。作ったことある？ないです。うちばあちゃん家が石垣島で落花生作って、はいはいはい、一から作ってた。やば、あれ 何固めてるんですか。海苔、うん、なんかあるか普通ににがり。ああ、ちゃんとやっぱ豆腐と同じ感じでいい感じでマッチするんだね、うん、俺ちなみにジーマミ豆腐一切食べれないです。なんで味、もう味がダメです。うっそー。あの、さ、あんたタレあるじゃないですか、あれも相まっても甘くて食べれないですもん。かわいそう、人生2年ぐらい過ごしてるわ、ね、だから食わず嫌いでも給食出たらジーマミ豆腐がもうダメで、それが一切もう食べたことないんですよ。もう注文もしないし買わないみたいな。あったらいつかこの味見させてください。美味しいの食べたら多分好きになるかもしれないですよね、うん、全然違うよ、うん、あれタレも醤油に変えてみたら美味しいかもよ。あ、醤油、醤油もあるんですか。 甘じょっぱいんじゃないですか。違います。あ、そうなんだ。いろいろあるんです。市販のは結構甘いですよね。甘いですよね。そうそう、そんなイメージ。自分で作ったら調整できるから、うん、いや違う、今の年になって食べたら変わってるかもしれないよ。うん、なるほど。味覚が変わるからね、うん、貴様も年を取ったということだ。なんだこれ。あ、ピコピコハンマー遠い。遠いな。今日大きいやつがないじゃん。今日じゃ来た。今日ほんとひどいな。そう、本土の方はね、あの県外の方はピーナッツ、ジーマミー豆腐のジーマミーは、うん、沖縄の方言でピーナッツって意味なので、うん、これはもしアレルギー持ってる方は気をつけてくださいって、うん、気をつけてよ。ちょっとまともなこと言ってみた。意外にナッツの話で盛り上がれましたね。俺は盛り上がってない。そこまで盛り上がれてない。はいはい、サロの心さん、はい、10代はニキビ、それ以降は吹き出物って聞いたことある。年齢、わお。あ、そうなんだ。え、じゃあもう CM でやってるやつとかを全部ダメ、うん、言い方気使ってるってことだ。やっぱそうだよね。吹き出物って言われたくないですもん。そう、ニキビって言われたくないから、うん、別の言い方で吹き出物って知ってるってことじゃないの。いやいや違う違う。え、大人になってもニキビ。どっちでもいいよ。ニキビでいいですよ、今度どっちでもいい。申し訳ない、ごめんね。今度ニキビ作ったみたい。はニキビ。ニキビを作ってみて。作ってみて、はい、ピーナッツ食べたらどれぐらいでかくなるかやってみよう。いつできるかな。じゃあ作るわけさ、自分で。俺ニキビできないんですよね、また。自慢入ったよ。申し訳ない。私肌綺麗です、アピール。羨ましい。一応綺麗だよね。もう高校から一切できないですね。へぇー。また。ほんと、ほんとっていうか。ちょっと持ったでしょ。持りました。ちょっと持ったでしょ。持りました。できるって人は。できました。ただの人や。たまにできる。できるって。ごめんなさい。でしょ、これがラジオの恐ろしさですよ、皆さん。今拍手でしょ。今拍手。今拍手。ごめんごめん。忘れとった。だからもう言葉攻めってまさか。誰誰誰。言葉攻め誰。ケインさん。いらっしゃいませ。今夜のテーマ、ナッツ。ナッツ。ピーナッツバター入りのお菓子パンと、マカダミアナッツ入りのチョコレートが好きな俺。お。カミングスーン。あ、来るってこと？お。あ、そういうこと？どこどこどこ。あ、パン持ってくるとこどこどこ。来るの？うん。ケインさんが選手あれだよ、うん、ナッツならかけるって言ったんですよ。そうだ、あ、そうか。そうだ。
早く持ってきてくださいよピーナッツバターを。もう終わりに近いよ。ピーナッツバター単体やめてね。さっき残業終了からの帰宅なうって、書いてましたね、帰宅したんだ。今からバターを運んでくるわけね。バター単体やめてね。でバターさ、ピーナッツバター何か塗ってね。何につける？ピーナッツバター？ピーナッツバター。え、食パンとかじゃないの？俺買わない。買わない。買えって。買った時ですか？あれリンゴにつける人いる。果物あるかも。果物。美味しそう。あんまり美味しくないんだよ。美味しくないんだよ。だ普通にパンの方がうまいなって思うけど、はい、パンとかクラッカーに塗ったら、はいはい、全部水分持ってかれる。持ってかれますね。でもリンゴは持ってかれないんだ。なるほど。水分があるから。そう水分あるからーピーナッツバターの味を楽しみながら、うん、リンゴの酸味も味わって、うん、水分も補給できる。こんないいことはない。でも、うん、美味しくない。ラオスみたいな言うんでしょ。それでもそんなに美味しくないんだ。美味しくないのに誰が勧めたんだろう。一応俺友達に勧められてから、うん、いややらないって言って普通に食パンにかけた方がうまいって。なんでピーナッツ味わいたいのリンゴに乗せるか全く全然意味が分からない。本当に意味が水分ある。バズリンゴに塗ったじゃあ水飲めやって話ですかね。それもあるさ、うん、ケインさんからまた来てます。いらっしゃいませ。他にもピスタチオアイスやアーモンドナッツ系の入ったチョコレートも好きっす。いいね。あ、チョコの原料にあたるカカオ豆もナッツに含まれるんかな。いや豆でしょ。それは違う。カカオ豆でしょ。カカオ豆でしょ。カカオナッツなの。豆って自分で書いてますよね。何何。いやカカオ豆って自分で豆って書いてた。豆でしょ。ナッツじゃないってことか。小豆とか大豆と同じ豆じゃないですか。ナッツないの。だからよ、意外にナッツの仲間に入るかもしれない。はい、ジェネラルさん、ジェネラルさん、ジェネラルさん、はじめましてですね。おありがとうございます。ポポー。落花生の皮を剥くとピーナッツって呼び名になります。ああ、そうなんだ。あ、だから ゆで落花生とか言うんだ。ゆでたあの殻付きのやつとか。あ、へえ。あ、そうなんだ。知らんよ。おいおいまさかのへえって言われたから。そして時間ギリギリになってあのメール来てますけど読めますか。あ、読みましょう。読めますか。はい、はい、ラジオネームテルルさんから。いらっしゃいませ。ありがとうございます。プップポッポポッポちゃんとしよう。ポッポちゃんとやろう。せーの、ポッポ。誰かちょっと近かったポッポの時せーのぐらいしてくれてました前は。どうぞ。ありがとうますからだと思ったんだけど。はいはい、こんばんは、テルルです。いらっしゃいませ。とある八重山の朝食バイキングに白くてふわっとしたボール入りのものと、はいはいはい、そば、これなんて読むの、すでにタレみたいなのがかかあって、はいはい、やったジーマミー豆腐だと思って食べたら、はい、手作りヨーグルトだった。 Oh my gosh。 気分はジーマミー豆腐だったのに。うわやられた感あるな。ヨーグルトも美味しかったけどね。あ、タレってなんですかね、このブルーベリーとかのタレだったんですかね。このわからんよ、カラメル的な。まあまあね、カラメルかもしれない。ヨーグルトにカラメルってあんまないけど、ヨーグルトにあれかな、黒糖みたいな。単純に何かのサラダのタレとかだったんじゃないですか。隣にサラダがバッペてるだけなんだよ。ジーマミ豆腐だったんだよ。でも残念だよね、これかなと思ったら食べたのが違う。だいぶこれじゃない感があるよね。はい、ということで、やだ来てしまいました。やだやだ。なんといつの間にやだナッツでなんとか盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。意外になんとかなりますよ、やっぱり。なんとかなった、うん、皆さんメールで助けられました。ありがとうございます。ありがとうございます。カオスでしたね、今日。カオスだ、今日は。本当に意味わからない。トントンとしてたよ。FM ギノワンからお送りしております。A びっくりラジオエンディングです、はい。今週の視聴者プレゼント。うん、ビデオダビングの AVIC から AVIC 商品券1000円分を3名様にお送りいたします。あと、はい、あと、はい、この友達と、ガンガラの谷行ってきました、うん、谷ガンガラの谷、はいはい、ガンガラの谷ね、うん、はい、に行ってきたのでお土産買ってきました。それを、視聴者の方にプレゼント。おいっす、3名様に、港川源人うちわ最高だ。3名やばい。これ買ったんですか。買ったよ。どうしようと、クラスるんですか。見てください、このどういう戦争をしてるのかわからないうちわ。これ買ったんですか。鬼七段中みたいな人がうちわに書かれてる。そうそう、これ港川人だ、うん、これ上等だな。これ源人ストラップ、やばー様俺が欲しいです、これこれぜひ応募してみてくださいね。何でもいいんで、写真撮るってよ。じゃあ4名様ね、はい、4名様にお送りします。プレゼント希望の方は、うん、avic@fmginowan.com avic@fmginowan.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。じゃんじゃんください。この番組は
ビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション ABIC。 片奥解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。はい、そして次回のテーマのお時間です。呼んでみましょう。ラッパリ、やっぱりやっぱりさん。名前間違えないで。ごめん、ラッパリやっぱりさん。やっぱりラッパリだよ。今週はひどかったね。ひどかったね。ナッツの話、あまり盛り上がらなかったね。苦しかった。僕は言うのもなんだけど、あんまり面白くなかった。みんなの個性で生きてなかった。本当だね。こんなはずじゃなかったんだけど。こんなはずじゃなかった。うん。まあ、ピーナッツ佐藤さんの話がもっと聞きたかった。あの人ね、出落ちです。出落ちです。ネタ絶対ないです。本人に一番落ち込んでます。誰か引いてください。はい、引いて。高見引いて。俺引いて、俺引いて、俺引いて。あ、黒が出ました。黒が出たの。黒が出たということは、今週のテーマ何でした。今週のテーマはカレー。はい、カレー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 です。カレー食べ物続きですか。カレーはちょっとナッツに比べたら広がりそうですね。広がるじゃない。ちょっとテンション上がりますね。ハッチーさんからカレーって来てますね。カレー、うん、ということで誰が決めたんですか。これこれ誰が決めたんだろう。僕です。誰ですか。誰ですか。ラッパリさんですか。僕です。もう一人のラッパリが来た。ギョギョ。これお魚って、お魚来るでしょ。ひどいな。さかなクンという。酔っ払ってんの？大丈夫？大丈夫。今日からもう。そう、来週カレーです。カレーです。はい、そうなんです。ラッパリさん、来週もよろしくね。よろしくお願いします。じゃあ、ね、またバイバイ。帰らないよ。帰らないかな。最後の見るよ。あ、そっか。甘かい貧乳で。帰らないよ。最後の喋るよ。また喋るよ。来週カレーか。そうなんです。一応まだカレーの方が盛り上がるって。そうそう。そうだ、盛り上がるって。うん、多分本当はもっといろいろオーソドックスなのありましたけど、ね、何があったんだ。ただ8月9月まだまだ夏が長いっていう。確かに保険も保険です。保険です。もしものために取っとこうっていう。中身は豚パラだったね。危ないね。一瞬豚パラだったね。一瞬豚パラだったよね。誰だって。何それ。何なのそのキャラ。急になんで魚くん出てくるんですかね。全然意味が分からない。何のあれだば。ケイさん、うん、カレー、うん、カレー、カレー、あ、年を重ねるカレ ー、あと魚のカレー、カレーにつなげたかったわけ。何でもまたいいですよ。何でもいいです。カタカナじゃなくても何で送ってきてください、うん、ハッチーさん、クワガタじゃないの。クワガタ。お、何のことだろう、クワガタ。何つながりこれ。あ、皆さん、あ、で、来週コーナーは僕のコーナーですので。ああ、何コーナー。放送局。ボンボン放送局。ギョギョ。誰だだってそれは。何これ、なんだばそれ。終わる。後で来る人くんで。さかなくんとラッパリくんの共演が気になるってよ、ケインさんが。うん、港川源人です。やだ、告知できなかった。楽しかったのに。私今週日曜日千葉山大使のコンテストに出ます。よかったら投票に来てください。よろしくお願いします。おめでとうしてください。はい、よろしくお願いしま す。ということで今日は終わります。皆さんメッセージもコメントもありがとうございました。はい、この放送は、じゃないか、この後はもう言いますね、うん、この後はアニマン兄貴のクールジャパン沖縄で、兄貴中学生はそのままで、引き続き FM 沖縄をお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。誰だってそれは。港川源人。誰だって。なんかごめん。いや、なんとか終わったわ。なんかごめん、お疲れ様でした。なんとか終わったわ。あれ、告知する時間なかったの。いや、すいません、俺が悪ふざけしました完全に。告知のことすっかり忘れてました。あ、告知他にもあった。いや、俺、あー、他にあった。ないです。まあ、ピータパンは後ででいいんだけど、うん、今日大丈夫だったのかな。今日まあまあ大丈夫でしょう。まあ、聞いたら、やばいな、魚くん持ってやりたい。ダメダメ。お前、魚くんじゃないのに。いや、まあ、言いたかったわ。俺、来週のテーマ、ドアノブにしようと思ってたの。いいね。なんで？ドアノブは取っときましょう。来週にでも行きます。これ誰の飲み物？あ、俺だ。もうやろう。